はい、こんにちは、ワールドです。今日はね、うちの中から撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、晴れてきましたね。午前中はね、曇っててね、あんまりいい天気じゃなかったんですけど、午後からね、日差しがちょっとずつ出てきて、今はね、バッチリ快晴になってきました。今日はね、12月の2日ですね、金曜日ですね。もう12月、師走になってきました。2日になりましたね。金曜日です。週末です。で、外はね、結構寒いですね、やっぱり。もう寒気がね結構降りてきていて、冬らしいね気温になってきました。現在ね3時40分ぐらいです。夕方ですね。そんな感じで西日が結構強いんですが、カーテン閉めて、ね、この動画撮影してます。はい、今日のテーマなんですけど、まあ過去をね振り返ってみようってね、まあこんな話です。はい、まあ過去って言ってもね、まあ随分昔からついこの間までまあいろいろあるんですけど、まあどのぐらいでいいのかな、まあまあ大まかにそうですね。まあ青春時代みたいな話でもした方がいいのかななんて思ってね。先日ね、音楽サイトで Spotify っていうのがあるんですけど、それをね、聞いていた時にね、1980年代の曲とかっていうのね、特集みたいなのがあったんで、それをね、聞いてたんですけど、まあ日本の曲、まあ海外の曲、いろいろごちゃ混ぜになってね、なんかランダムで流れてくるのをね、ふと聞いてたんですけど、なんか音楽聴きながらね、いろんなことをね、やると、意外とね、なんだろう、効率がいいんで、それをやってたりするんですが。で、まあ、80年代って言うと僕はね、ちょうどね、学校卒業したりとか、する年で、あとはまあ、20歳になったとか、あと、中学3年生の時はちょうど80年代始まりだったんで、非常にね、青春時代の頃なんですが、まあその頃のね、曲がね、いろいろ流れてきて、まあ知らない曲も何曲かあったんですけど、まあ、一般的にね、当時ラジオとかテレビで流れてるような曲だったんで、そういうのを聞きながら、ああ、そっか、あの頃はああいうことがあったなとかっていろいろ思い出しました。で、まあ僕がね、生まれたのはね、1965年です。1965年ってどんな年かというと、まあ東京オリンピックは、ごめんなさい。1964年ですね。で、まあ、ビートルズが日本に来日したのは1966年の6月の29日だと思うんですけど、確かなんかそんな記憶があった。なんかJAL の羽田からこう、タラップで降りていくときなんかね、JAL の発表来てたっていう、有名な写真がありますね。あとなんか、ビートルズがこう、泊まってたホテルどこなのあれ。キャピタルホテル？なんか人に聞いた、この間誰かね、プレス X のライブでビートルズ泊まってたホテルどこ、大倉とかって言ったらキャピタルホテルとかなんとかって言ってたんで、まあそこのホテルから外出れないとかっていう話もあって、まあ武道館で何回かコンサートを行って、それで日本からね離れていったっていうことがあるんですけど、まあそれが1966年ですね。で、1965年ってじゃあ何があったのって思う。ちょっと今考えたら、僕がね、1965年をね、印象するイメージというとね、まあ、後々なんですけど、まあ、小学校ぐらいになってから、あ、この曲が1965年の曲だったんだっていうのを、強烈に印象できる曲っていうのがあって、それがね、1965年のイメージなんですけど、それがね、ローリングストーンズのサティスファクションっていう曲なんですけど、これ1965年の曲ですよね。この曲がね、僕すごいね、なんかね、頭に残っていて、1965年、サティスファクションっていうね、イメージがものすごく多いんですけど、まあ、歴史的に何があったのかなって今考えるとね、何があったんだろうね。あ、そうそう。多分ね、日韓の国交が正常化されてたのかな？された年なのかな？それまでね、また国境がなかったんで、例えば日本海でなんか漁船が拿捕されちゃったりとか、いろいろあったりとか、して帰ってこないとかっていうことがあったりとか、そういうのが解決したりとか。あと、当時何？あの人誰？大統領？パク・ヒョンヒ？大統領？パククネさんのお父さんだったの、暗殺されて方ですね。彼が大統領で、日本、まあ当時韓国って多分北とものすごい格差があっていて、多分その時日本から少し援助とかなんかいろいろ受けたいからっ
ということで、多分ここを正常化してそれなりの援助を受けたりとかしてて、当時日本だと多分誰が総理大臣だ、佐藤栄作さんが多分総理大臣だと思うんですけど、まあそんなわけでここが正常化された年なんだと思うんですけど、まあそれ以外何があったのかもよく覚えてないんですが、まあそんな年に私が生まれたんですが、まあずっとまあね、どん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 ご飯食べて大きくなって、小学校行って中学生になって、中学3年生ぐらいの時に1980年代が始まって、当時プラザ合意とかでだんだん、日本がね、高度経済成長のような、まあバブルになってくるんですね。そうすると、まあ日本がイケイケの状態になってね、そういう時代の頃ですね、80年代って。で、1980年代に本当、だから日本にとってものすごく、なんだ、イケイケの年です。年っていうか、頃ですよね。時代ですね。で、バブルで、僕がちょうどね、そう、1985年に、二十歳になったんですけど、二十歳になって、まあ、その後、まあ、学校卒業して、まあ、就職するっていう頃は、バブル真っ盛りなんでね、ものすごいね、売り手市場だったんで、もう、なんていうの、自分自身がね、なんか俺は、なんか別の人だとか、なんか勘違いするような、こう、世の中だったんですけど、まあ、そういう時代の頃の曲を、まあ、ね、さっき先日スポティファイで聞いてた時に、あの頃あんなことあったななんて思ってね。で、当時私何やってたのかなって思うと、まあ学生の頃はね、まあ学校に行ってなんかわけのわかんない勉強してて、何やってたのかよくわかんないですけど、まあいろんなことに興味がありましたね。だから、政治のことに興味があったし、なんか、お姉ちゃんのことにも興味があったりとか、いろいろ、あとそう、一番でもね、なんか楽しかったらバイクに乗ってどっか遊びに行くっていうのが一番楽しかったんですけど、だから当時、まあ、バイクに乗って、まあ、車の免許あったんですけど、車には全く興味がなくて、まあ、いくつになってから車買ったの ?25、6ぐらいの時ね、なんか、つい車を買ってしまって、車に乗るようになったんですけど、まあ、それまではね、別に車に全く乗る気もなくオートバイに乗ってたんですけど、ツーリングに行ったりとかね、いろんなところにね、山に行ったり、峠に行ったり、走りに行ったりとか、あと、埠頭に行ってなんかね、みんなで集まって走ってたりとか、そういうことをやってたんですが、あれですね、なんかだからいろいろね、楽しかったですね。で、先のことをね、あまり考えなかったですね、その頃。だから、30になったらどうしようとか、40になったらどうしようなんて、そんなこともね、まるで考えてなくて、その時楽しいからってね、ずっとこう、その時はね、一生懸命生きてたんだと思うんですけど、まあ、いろんなことありましたね。で、いろいろ思い出していて、で、先ほどスポティファイのお話させていただいたんですが、まあ、スポティファイでサザンオールスターズの、音楽が流れてて、あ、サザンオールスターズか、サザンオールスターズ、イコール茅ヶ崎とかって思ってね、それは茅ヶ崎のお姉さんと付き合ってたことがあるなと思って、で、あれ二十歳の子ですね、まだ学生の頃ですけど、そうそう、茅ヶ崎に住んでる女性の方とね、当時ね、だから、ポケベルもなきゃ、携帯電話もなきゃ、メールもなきゃ、インターネットもないんでね、電話を、家電か手紙ぐらいですよね。で、その子と知り合ったのってね、なんで知り合ったの？あとね、なんかね、文通欄みたいなんで知り合ったんですね、確か。で、手紙を書いてね、知り合って付き合うようになったんですけど、茅ヶ崎のね、住所覚えてますね、今でもね。ふと思い出したら思い出したんですけど、覚えてますが、まあそこには多分まあ住んでないと思うんですが、だからそこにね、行きましたね、よく。行きましたというか、送って行って、だから家から、横浜から茅ヶ崎まで送っていくんですね。で、当時ね、彼女が住んでた場所って、今でも覚えてるんですけど、茅ヶ崎にね、拉致園通り行ったんですね。確かサザンオールスターで拉致園通りのシスターって歌があるんですけど、アルタンの拉致園通りですね、多分。で、まあ、ちょっと住所は言えないんですが、拉致園通りって言うと、多分ね、今ないと思うんだけど、134号線にホテルパシフィックってあったんですよ。そこの信号を右曲がっていくと、ずっと行くと拉致園通りですよ、そこが。茅ヶ崎の駅まで続いてるんですけど、まあ、その通り沿いのちょっと入ったところに住んでた女性なんですけど、当時付き合ってた時、彼女高校生で、僕まだそうですね、学生でしたね。まあ、家から送って行って、茅ヶ崎まで乗っけて行ったりとかね、電車で横浜まで来てもらったりとかしてましたね。なんかね、懐かしかったですね。だから茅ヶ崎まで、バイクで二人乗りして行ったり来たりしてたっていうのはね、すごいなと思ってね。今じゃちょっとできないな。嫌だな。電車で来てくれとかって言いますよね、多分。はい。はい、すみません。ちょっとコーヒーを飲ませてください。いただきます。
今日もキリマンジャロブレンドコーヒーです。いただきます。あ、美味しい、いいですね。はい、まあ昔の話ですね、本当。もう何年前、もう38年ぐらい前かな。まあそんな話なんですけど、はいはい、はい、すいません、すいません。はい、まあね、茅ヶ崎なんてだからね、住んだこともないし、そんな詳しくないし、歩き回ったこともないんですけど、なんとなくで、ね、そこの通りだけ覚えてて、あ、そうそうだ、あのホテルパシックとか回ってったなと思ってね、だからあの時ね、だからラチェン通りずっと行くとね、なんか鉄砲道とか鉄砲道とかっていうのがあって、そこにね、なんか交差点が、まあまあその辺のことなんですけど、まあまあ、そこの信号なんて言ったっけな、松ヶ丘って信号だったのか確か、なんとなく覚えてるんですけど、あれからそこ通った記憶もないし、行ったこともないんで、もう行かないと思うんですけど、多分まあこれからも多分行かないと思うんですけど、でもね、まあ茅ヶ崎ね、結構遠いですよね。みんななんかね、こう湘南だ茅ヶ崎だって住むけど、東京までえらい時間かかるし、通勤で、あの遠いところにどうして住むのか、海が近いし津波来たらどうするんだとかって思ったりするんですけど、そうそうそう。あとなんかね、茅ヶ崎の海岸とかなんか石が見えた気がするんだけど、なんだっけ、エボシ石、なんかあんなのが見えるとかなんとかって言ってたけど、見たか見えないかちょっと忘れたんですけど、多分一回ぐらい見たような気がするんだけど、まあそんな話ですね。まあ楽しかったですあの時ね、意外と行ったり来たりとかしてて、で当時ね、結構ね、バチ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 写真撮ってた記憶があって、写真もね、実家にあるのかどこにあるのか、あのね、なんかキヤノンのね、こんなちっちゃいね、カメラを持ってたんですね、フィルムのカメラですけど、それでね、なんか写真をね、よく撮ってた記憶があって、で写真撮った記憶で覚えてるのがね、当時の、ね、新興埠頭ね、今観光地になってますけど、昔はね、引き込み線があって、でなんか汚い倉庫で、前にね、なんか木材がいっぱい置いてあって、なんか倉庫が隣にあってとかっていうところで、あとたまにね、なんかコマーシャルとか映画の撮影とかやってるようなあんな感じのところなんですけど、だから誰も人もあんまり大した来ないところで撮影したりとかで、引き込み線があってね、そこになんかね、貨物の駅の駅舎というかね、ホームだけ残ってたりとかして、そこでね写真撮ったりとかしてて、なんか、ね、そんな思い出があるんですけど、まあまあ昔の話ですよね。それは20歳ぐらいの頃なんでね、まあなんか自然にね、その女性とはね、お別れしてしまったような気がする、してしまったんですけど、なんかね、楽しい思い出でしたね。まあ、それがね、バブルだったけど、当時はね、バブルとかそんなこと覚えてなかったんですけどね、思ってなかったんですけど、なんかね、そんな思い出もありますね。まあ、その後ね、まあ、別の女性と付き合ったりしてて、一つ年上の女性と付き合いました、確かね。彼女ね、郵政省に勤めてた女性ですね。結構だからキャリアだったのか、ノンキャリアなのかわかんないけど、まあ年上の女性と付き合ってましたけどね、なんか楽しかったですね、それもね。その人は、そうです、都内に住んでましたね。で、なんか、思い出がいろいろありますけど、まあそんなわけでね、まあいろいろありました。で、1980年代はね、確かにそう。で、いろんなことがあってね、なんだろう、学校卒業して、就職しますよね。だから就職の頃の、なんかね、こう、いろいろ企業行ったりとかするときに、あれですね、なんか、企業がね、いろんな人をこう、もてなす接待がものすごくすごくて、めんどくさかったですね、なんか。なんか自分はね、何者なのかってね、勘違いするようなね、そういう時代でしたけど、今とはね、全く違いますね、やっぱりね。まあ、そんなわけでね、まあ、でも、あれですね、でも、なんとなくね、バブルが終わったっていうことが、ありますけど、ただね、バブルが弾けたって言っても、その後ね、しばらくね、多分日本は経験良かったし、それなりに日本企業も力があったと思うんですね。だから今のような状態ではなかったんで、あの時にね、ちゃんとそれなりのなんかね、対策をしてれば今のようにならなかったんだと思うんだけど、でもなんかいろいろまあ言いたいことは結構あるんですが、まあでも、今の若い人って多分ね、想像がつかないと思うんだけど、どうなんでしょうね。僕たちがね、20代前半とか、10代後半の頃とはね、やっぱり今の若い人全然違うし、この日本、これから日本はどうなっていくのかなって、後ろの犬がね、喋るんですけど、これ犬、このわけのわかんない犬、これ、
これ、ね、ソフトバンクでもらってるんだけど、あれ喋んないか。お、黙って聞け。俺の方がうまいぞ。これわけのわかんない。黙って聞け。日本はこれからどうなっていくのかな。こう日本はこれからどうなっていくのかなってこう犬がこう喋るんですけど、まあ本当にねこれからどうなっていくのかねよくわかんないんですけど、まあ、まあ今ね僕もね娘がねいて。今はねやっぱり一生懸命ね生きないといけないのかなと僕は思います。で先のことがどうなるかなんてねわからないですねこれからね。だけど今はどうするかっていうことをね一生懸命考えることなのかな。だから娘はね私を見てると思うしうちの奥さんも見てると思うし、自分のねお父さんとお母さんだって多分認識はしてると思うんで、子供を親を見て育つんで僕もね、なんか、あんまりね、変な態度とかできないですね。だから、やっぱりそういうところを考えると、今をね、一生懸命いけないといけないのかなと思います。先のこと、今ね、ほんとね、来年とか2、3年のことがね、どうなるかってわからない時代だし、だから今をこう、生きるっていうのがね、大切っていうかね、そういう時代なのかなと僕は思いますけど、いろいろね、まあ考えさせられるんですけど、まあ考えてもしょうがないんですけど、まあ、ふとね、過去をね、振り返ってみましたけど。はい、まあ最後まで見てくれてどうもありがとうございます。今日はね、なんかね、ふと、昔の話をちょっとしてみたんですが、またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、フィリピン人とのね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃんバイバーイ。